皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。和集山スカイライン。この話は私が学生の頃に体験した話です。当時高校3年生で、周りに18歳になった友達もちらほらいて、普通自動車免許を取得した者も増えてきた頃のことです。その頃は誰かが親の車を借りれたら、夜にみんなで地元の心霊スポットに肝試しに行っていました。その日の夜、集まった人数は私を含めて5人が集まりました。コンビニに立ち寄り、今日はどこ行く？的な話をし、本日の目的地を決めました。そこは和集山スカイラインという、水島という町から小島という町につながっている、峠が激しめの、以前は有料道路でしたが無料で開放されている山道です。水島側から車で山に入るのが流れなのですが、水島には日本最大級のコンビナートがあり、少し登れば山の上からコンビナートが見えるのですが、今まで人生でいろいろな夜景を見てきましたが、正直ここの夜景が日本一だと思います。なので昔からこの場所はデートスポットに使われるため、平日でも路肩に大量の車が止まっています。そのコンビナートの見える道を15分ほど走ると、そこからは眺めの山道が続きます。ここの山道の怖い話はたくさん聞きましたが、その怖い話はどこの山道でもよく聞くような話でした。山の中にある電話ボックスに女がいるとか、車で走っていてバイクに抜かれたら首がなかったとかのような話でした。その日はそこに行ってみようと決まり、車に乗り込み、くだらないことをああでもないこうでもないと車内で話していました。夜景スポットも越えて車を走らせていると、例の幽霊が出ると言われている電話ボックスに差し掛かりましたが、幽霊はいませんでした。その後も車を走らせていると、助手席と後部座席の真ん中に座っていた友達が同時に、あ？と言いました。私も含めた3人は、急にどうしたんよ？と聞くと、2人は顔を見合わせて目が点になり、顔色が真っ青になり、今、人引いたよね？うん。女の人引いたよね、と二人が言いますが、私たちには全く見えず、車にも衝撃もなかったために、絶対に人を引いたということはないので、しばらくして車を止めてみんなで車を確認して、何も異常がなかったので、先ほど二人が人を引いたと言っていた場所まで戻り、あたりを確認しましたが、やはり何もなく、やっぱり見間違いだったんじゃない？と話をして、車内は変な空気のまま、その日は家に帰りました。後日違う友達からその山道の話を聞いたのですが、数年前に街中で女性が車で拉致されて暴行された後に、車で連れて行かれ山道に放置されて、その女性が亡くなった事件が起こっていて、その当時は犯人が捕まっていないと聞きました。なので5人で集まった時に、その女の人だったのかなと話をしていました。その事件はその数ヶ月後に急展開を迎え、犯人が逮捕されたと聞きました。その亡くなられた女性のお母さんが、死体が発見された場所でお花を置いて供養している時に、1台の車が止まり、その車内から、
前にこの辺りに捨てた女どうなったんかな、という会話が聞こえて、お母さんはとっさに車のナンバーをメモして警察に提出して逮捕につながったそうです。はい、 THC オカルトラジオ、ともです。けすけです。本日はこの二人で本当にあった怖い話です。はい、よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、はい、ヘッドホンするの忘れました。僕たちね、ヘッドホンをねいつもしてるラジオブースと同じなんですけど、はい、そのヘッドホンをねつけるのを忘れて自分の声が全く返ってこねえなって。あれ、空気を伝わって返ってくるぞと。そこでやっと違和感を感じたんですね。はい。声が返ってこねえっつって。なんか言い方がすごいラジオパーソナリティっぽいですね。返ってこないなみたいな。返しが弱えんだよ。俺は今のともくんの天然ボケの返しもちょっと弱かったなと思いました。間違いないです、うん、両方弱かったっす。はい、ということで、はい、感触玉さんからのご投稿で、はい、なんでしたっけ。和州さんスカイラインスカイラインお話でした。はい、あ、和州ザンですね。はい、はい、Z か S かの違いです。だから見逃してくれと、うん、今のミスは。でもさ、なんか、はい、山って言うんだよね、本当はね。山ってあんま、あ、そうなんだ、うん、なんか石巻山とかさ。あ、でももう本名はそれだけど、うん、だんだんこうみんなが何々さんって言い出して、うん、まあ、訛りというか、うんうんうん、が定着したみたいな。雰囲気と一緒ですよね。あ、雰囲気も元本当は雰囲気なんだけど、うんうんうん、みんな雰囲気雰囲気って言うから、今辞書はどっちも載ってるっていう。載ってるみたいだね、うん、雰囲気しか言わんけどね、俺は。うんうんうん。わかるっすよ、うん、雰囲気雰囲気。何の考察してんすか俺たち。漢字のね、ね、うん、ということで、はい、和州さんスカイラインのお話でしたけど、はい、これすごいすごいすごい、お母さんがすごいと思った。いや、すごいですよね。なんかタイミングもそうだし、うん、そのなんていうんですか、ありそうじゃないですか、その場所にちゃんとお花を届けに行って、うんうんうん、まあ、ひき逃げとかをするような人なんで、はい、まあ、何回も通ってその場でその話する不謹慎な、あ、なんかその、うん、悪いこと自慢じゃないけどさ、うんうんうん、過去のね、俺も昔リコーダーを振り回してたことがあります。どういうこと。悪いこと自慢。土曜へ。悪いこと自慢土曜へじゃないですか。この前夜中に道路の真ん中歩いてみたっす。土曜へっす。土曜へっす。まあね、夜中でね、車も通らないからね、そう、うん、大丈夫なところで歩くっていうね。そうそう、うん、だから弱えんすよ。悪いこと自慢が。話も弱えし。気持ちも弱えし。本当ですよ、本当ですよ。はいはい、そんなエピソードをね、うん、ちょっとぶち込んでみましたけど。まあでも僕このなんか、まあ、実際それが本当に、うん、その場であったかどうかは分かんないじゃないですか、うんうん、まあ、この感触玉さんが経験したのは、人が飛び出て引いた、うん、いや引いてない引いてないとか言って、うん、見に行ったけど何もなかったから、あれが幽霊じゃないかっていう、うん、そういう話って結構あるじゃないですか、そこまでの話って、ね、うんうん、体験談として、うん、だってケイスケもね、あったもんね、あの飛び出してくる、ね、飛び出してくる幽霊、はい、と、まあ、その話軽くすると、僕と友達さんに、まあ、何回か話してるんで知ってる人も多いと思うんですけど、でも、はい、初見さんは常にいらっしゃるんですよ。そうですね、はい、その方たちに向けて、そう、常に初見を意識して、うん、何回でも同じ話をすると。そう、これはね、 YouTuber ってすごい。木村さんがいつも言ってる。はい、常に初見を意識して。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。ということで、はい、あの何回も話してる話なんですけども、はい、ね、友達3人で夜ドライブしてたんですよ。友達の車で、友達が運転して、助手席に友達が座って、うん、後ろの席の真ん中に僕は座って、でこう身を乗り出して、はい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 、運転席と助手席の間にこう肘ついて
こう喋ってるみたいな。お調子者席でしょ。そうです、うん、お調子者席、うん、後ろが一人で寂しいからちょっと前来ちゃう寂しがり屋席ですね、はい、あそこでこう喋ってて人通りの少ない道を走ってたんですよ、はい、そしたらその白線あるじゃないですか、はい、路肩っていうんですか、横のブロックと白線の間、うん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 、あそこをビニール袋、コンビニのビニール袋をぶら下げた、うん、男の人がこう、うん、うつむいて歩いてたんですよ、うん、でこっちに向かってきてるみたいな、うん、でまあ俺ら人いるなぐらいな感じで喋りながら通ってて、はい、その人とすれ違うぐらいになったら急にそのままピョンってジャンプして道路に飛び出してきたんですよ、うん、えでうわーってなって、うんうん、運転してるやつもうわーって避けて、うん、わーって元に戻って何の衝撃もなかったんですけど、うん、あの俺らが最後見た時、うん、もうライトが膝から上には当たってない状態だったんです。だからもうほぼ目の前で、ああそういうことですね、うん、もう避けれるはずがないんですよ。はいはいはい。で絶対引いたみたいな、でも衝撃が起こったよねってなるんですけど、うん、俺らの後ろを走ってたトラックは全く避けずにそのまま突っ切ってるんですよ、うん、え何これってなって、うん、ちょっとまた別のところに止まって U ターンして戻って確認しに行ったんですけど、うん、何もないんですよ。うん、で一本道なのに、うん、その人ももういなくなってたんですよ。おーでなるほどね、あれ絶対お化けだってなって、うん、まあ冗談っぽくしてなんとかこう、うん、無理に楽しんだ状態に戻して、うんうんうん、その道進んでったら先に花が添えてあったんですよ。よくあるやつをそう、うん、あ絶対幽霊だっていう。あでもそうだね、うん、でもコンビニ袋持つかねと思う。いやそれすごいね。ねすごいですよ ね、だってもう全部見えたってことでしょ。全部見えてます。それすごいね。常に初見を意識してって言ったじゃないですか、はい、だからもうすげえ初めて聞くぐらいのテンションで行こうと思ったんですよ、はい、えってしか出んかったでもあのえは100点でしたあの瞬間俺もちょっとにやりとしたの分かりましたもう何十回聞いてるから。そうですよね、はい、そのリアルタイムでも言ってますし。そう多分次の日ぐらいに聞いたわそうその当時よく遊んでましたからね。でもねその俺が、まあ、これも初見じゃないけど言うの、はい、そのねケイスケが遊んでた子からも聞いたから。あこの話をです、うん、全く同じこと言ってたからさね。だから、うん、なんかね3人とも同じ感じなんですよ、うんうん、見てる状態が。あだけどその助手席の子だけは、うん、あのもっと離れとったって言うんす。あその飛び出してきたの、飛び出してきたのが、のが距離がね、うん、距離が。でなんかこれ、うん、あの原西さんの話で、うん、裏山にいつも夜集まるみたいな、 あのブランコの女の子の話。そう微笑まれたらその子が亡くなっちゃったっていうみたいなことになるのかなと思ったんですよ。一、うん、人だけ見てるものが違うみたいな、うん、ちなみにその見てるものが違った子は俺知ってる？知らないです。知らない子か。知らない子ですね、うん、その子別に何もなってない。何もなってない。何もなってないんでこれ以上の怖い話にはならなかったですけどまあでもよかったよ何もなくて、ね、いや本当に本当に、うん、本当に実際人じゃなくてよかったよね。だってガチで引いてる可能性あるっすからね。ね幽霊が一人生まれる瞬間になっちゃうところだから、ねうんうん、当たり屋っていうよりかはなんか自殺みたいな感じで飛び出してくるみたいな、うん、まあでもまあどこの場所かも知ってますけどね、うん、その事故も知ってますからね。事故そのああそこの花束のやつか、うん、そうそれが誰がどういう状況で死んだっていうのも知ってますし。そうなんだ。はいはい。あこれ多分ケイスケにも言ったよ。え聞いたことない。これ言えるやつですか放送。一応クラブ帰りのお客さんだからさ。あそうなんだ。うちのクラブじゃなかったけどね、うん、知ってる人だ。あんまり知らんねえお客さんの一人って見たことはあるぐらいかなっていうぐらい。うん、そうなんだ、うん、この街狭いですからね。そう、うん、ね繋がることもこうある、うん、ね。これ岡山の話なんだね。和州山って岡山なんだね。あそうなんだ、うん、じゃあその岡山の人、岡山でおからじ聞いてくれてる人は、うん、この和州山のこの話を知ってるかもしれないですね。林さんとかに聞きゃ分かるかもしれない。あそうか、うん、林さんにこの事件知ってるか。あそうだね、うん、あでも電話してみます年ボーイズウーツって、うん
あのね、都市ボーイズさんに距離が近くなりすぎてるっす。この収録始まる前も電話してましたからね、俺は。嬉しいことですよね、うんうん、ちょっとね、うん、面白い企画をね、やろうかっていう話をして、いや、いいっすね、うん、楽しみですよ。でもね、まあ、なかなかね、こういう状況だとね、うん、まあ、その近くてもダメだけどさ、うん、さらに俺らは距離があるからさ、東京と愛知で、うん、なかなかなんかやろうみたいなのね、簡単にスッとできないからね、うんうん、難しいなって思うけど、うね、いや、でもこの話すごい、その、うん、お花を添えに添えてたらそういう話をしてて、ね、うんうんうん、そこが本当にすごいなって思う。じゃ、なんかそのあの、なんていうんですか、自分の友達、うん、そんな仲良くはないですけど、うん、とかと久しぶりに会って喋ると、うん、なんかお前昔こんなことやってたよなって、俺はバカにして言ってるんですよ、うんうんうん、そんなことをやってやがってみたいな感じで言うんですけど、うんうん、そうするとあいつら喜ぶでしょ、喜ぶ、あれなんすか。ほんでなんか昔悪かったもんみたいな、そう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 、で、まあそのまま俺の仕事終わって一緒に合流するってなった時とかでも、うん、歩いとってこの歩いてる道で会ったエピソードを自慢げに話したりするじゃないですか、うんうんうん、でもその感覚で、うん、その場所で被害に遭った人がいたらあいつってなる、うん、なり得るじゃないですか、うん、だから俺はこれガチである話だなと思いましたね。 あ、うん、あの人たちでも俺作り話だとしても、うん、このエピソードを思いつくのもすげえな、うん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 、うん、まあ、この花から、うんうんうん、ね、だってこれは、うん、感触玉さんがその後聞いた話ってことですよね。そう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 、聞いた話だからさ、うんうん、その話を誰かが作ってたとしても、うん、すごい、いや、すごいよくできたお話だなって思う、作り話だとしたらね、だとしたら、うん、そこが、うんうん、で、その作り話だったとして、うん、それと体験談が一致するっていう瞬間、うん、すげえゾッとしそうじゃないですか。ゾッとする、ゾッとするよ、ね、本当だったのみたいなさ、うん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 、まあ、話半分だったり噂話だったりするじゃん、それ。うん、だから俺がちょっとビビったのは、昔こっちで言うとさ、本坂トンネルがすげえ有名じゃん、はい、あの旧本坂トンネル、はい、なんかあそこは女の人の霊が出るっていう話をさ、よく聞いてたじゃん、はい、昔からそうやって言われてるじゃん、うん、言われてます。で、その見える霊能者の子にすごい、バンドマンの子、はい、馬の霊が入ってる子、はい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 、が、あー、そこのボスは女の人ですよみたいなことを普通に言っててさ、うわ本当なんだと思って、ちょっと感動というか、ちょっとね、ゾワッとしつつ、うん、おおってなったよ、わかるわ、本当なんだみたいな。おばさん、おばさんっすっつって、あ、ボスが、え、おばさんなの、俺はなんか昔のなんか、あの江戸時代とかの女の人の例なのかなとか思ってたけど、あの本坂トンネルで言うと、うん、その女の人が出るっていう噂から、うん、そうやって見える人がボスが女のおばさんだよっていうのもそうだし、うん、あの姫街道、うんうんうん、ね、うん、にまつわる話を最初知らずに、うん、女の人の霊が出るだけ知ってるじゃないですか、うんうん、その状態でいつかのタイミングであそこがなんで姫街道って呼ばれるかっていうのを知った時も、うん、あの繋がった感じしませんでした。あ、確かに確かに、あ、ダウンで女の霊がっていう、うん、これ購入者特典マスクで、はい、俺らが参加したノットの支援コンピの、はい、購入者特典で聴ける俺らのラジオがあるんですけど、はい、それでもね、本坂の話実はしてて、はい、その時にもうチラッと言ったけどさ、うんうん、そのおばさん、はい、首がないんだって、首から上がないんだって、切られてるってことですか。ね、なくて、まあ、あそこ首刈りって言うじゃん、まあ、見えなかっただけなのかもしれないっつって、はい、で、買い物袋をぶら下げてて、はい、男の子を探してるっつって、はい、で、2つぶら下げてるんだって、多分、はい、あん中男の子の首と自分の首ですよって言ってた。うおー超怖くない？俺それ聞いた時めちゃくちゃ鳥肌立ったの。で、しかも俺はそのクラブ時代だったからさ、はい、うちのクラブってすごい悪いって言われててさ、その霊的に、うんうん、すごい悪いって言われてて、あ、ここもめちゃくちゃ悪いですよって、うん、なんか今帰りに事故らしてやるって言ってますって、うん、って言って、封印っていうか、まあお祓いみたいなの軽くしますねみたいな感じで言って、はい、その子が、はい、で、その当時の店長、俺がまだバイトの時やから、うんうん、その当時の店長が、あ、俺バラザワ家の紋章っていうの知っとるよって
ここで出てくるんだけど、はいはいはい、はい、初めての方は何のこっちゃって思うかもしれないですけど、はい、トモ君の除霊方法なんですよ。そう、バラザワ家の紋章っていうのがあるんですけど、はい、バラザワ家の紋章、まあ五芒星を書くんですけど、ちょっと特殊な書き方で、はい、うんうん、五芒星を書くんですけど、それをその店長を書いた瞬間に霊がその紋章にすっごい吸い込まれてくっつって、めちゃめちゃね、音がなんて言ったらいいのかな、生活音がすごいしてた、あの、うん、冷蔵庫みたいな音とかさ、ジーとか、はいはいはい、それ書いた瞬間にもうピタッて静かになって、ほら静かになったでしょって言われて、うん、と思って、それちょっとビビった。すげえな、うん、だから除霊とかって本当にあるんだって思いますよね、そういうのね。だってその子ですらそれ教えてくださいって言っとったもん。だ結構これ話してるから、おからじの中で、うん、バラザワ家の紋章知りたいっていう人結構いるじゃないですか、うん、あれ教えることってできます？できないっす。なぜかっていうと忘れてるんすよ。そうなんすよ。バラザー家の紋章ね、あのね、紋章はの形はわかるよ、はい、だけど書き方を忘れちゃったもん俺。でも多分まあこれだろうなっていうのがあるけど、もし違うかったら、はいはい、そうですよ ね、 ね、ちょっとね、うん、こうインチキみたいに言われるのも嫌だし、そう、嫌だし、うん、そのうちなんかしれっと出すわ。デザインとかで。デザインとかで出すわ。いいっすね、うん、それ買ったらなんか、うん、あの霊障に悩まされてたけど、うん、この岡田さんの T シャツ買ったらなんか霊障な、一気にピタッと生活音なくなった、なくなりました、うん、静かになりました、うん、みたいな。あ、いつかのエピソードでさ、はい、隣の家がさ、なんかうるさいみたいなやつあったじゃん、うん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 、隣の部屋がから、うん、なんか音がして隣の人が入るとそれがやんで、やむんで、うんうん、その人にプレゼントしよう。タイプバラザワ家っていう名前つけて。そのためにはまず、うん、あの紋章を思い出さないとダメなんです。書き方でも書き方を思い出したところでデザインはもうそのデザインじゃん、そうか、プリントだもんで、それに効くのかどうかは分からんね。確かに、うん、まあでも効くと信じて。でも手の甲に書くの、あ、その紋章を、うん、両手。あ、じゃあ、うん、そのデザインをまず出して、うん、で買ったら、まあ、これお手本みたいな、うん、バラザワ家の紋章の書き方の、うん、で書き順をなんとか思い出して、うん、それを手の甲に何かあった時には見ながら書いてもらって、うん、吸い込ます。でもバラザワ家ステッカーでいいんじゃない。あ、でもう手の甲に貼ればいい。じゃステッカーもだから書き方があるんでしょ。そう、あるんですよ。そう、あるんですよ、はい、書き方があるんですよね。はい、ステッカーでやったら意味ないじゃないですか。意味ないです。どうなんだろう、なんていう字を書くかも分かんない。ああ、そのそのバラザワ家が、え、そのそのバラザワ家も本当にあるのかどうか知らない。ただその紋章がすごい効果を発揮してるから、はい、あ、でもね、そこのそのその店長の友達が一緒に行ったそのバラザワ家に、はい、一緒に行って、あの、すごかったよねみたいな話をチラッとしてたのを覚えてる。だから、あ、本当なんだなと思って。え、じゃあその店長の友達には何とかして会うことできないですかね。あ、最近ね、はい、先輩の結婚式で会って、ほう、ちょっと連絡先交換したわ。あ、ちょっと聞いてみるね。聞いてみてください、聞いてみてください、うん、マジで。それでもう効果が、あ、確実にあるってなったら、うん、有名 YouTuber、 心霊系 YouTuberのみんなのところに行きましょう。売る、売るっす。霊感商法します。そうです。大曲がときフィルムさんとか、あ、ゾゾゾさんとかに、あ、いいね、いいね、うん、困ってないですかって言って、うん、もうこういう紋章があるんですけども、すごい僕たちのことをね、大曲がときフィルムさんね、うん、リスペクトしてくれて、もうありがたいですよ、すぐ買ってくれると。この収録日の2日前に僕バンドのライブだったんですよ。あ、はい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 。で今そのライブハウスはコロナ禍の影響で、うん、ソーシャルディスタンスも保ちつつ、うん、最初のお客さんしか入れないっていう状態のイベントをやってるんです、うん、あの配信もありで、うん、でお客さんも入れる状態でやるんですけど、それにもね顔出してくれて、大曲がときフィルムのトモさんと T さんの2人が来てくれて、うん、え、あ、どこの岡崎だったっけ。うん、白バラ学園、白バラ学園の辺の人たちですよね。そうですね。これもほぼ言った、あ、でもいいか、白バラ学園の人たちですよね。そう、白バラ学園に
住んでたんです在籍在籍在学の方たち開かれてないのにねあの学校あれさえ俺が聞いた話だよ白原学園の、はい、白原学園を作ろうとしてなんかあそこの土地が悪いだかなんか知らんけど、うん、その作る時にすごい事故がいっぱいあって、うん、放棄されたで近くに白百合学園だかなんかを作ったっていう話、うんうん、俺もそれで聞いたあそこを放置してあるで、まあ、ヤクザが買い取ってあそこに来る肝試しとかで来る人たちを脅すみたいな話があったの、うんうん、聞いたことあるで管理棟プレハブ小屋みたいな管理棟まであってみたいなであそこを壊そあーと解体企業とかがいっぱいあったけど、うん、そういう事故が毎回毎回起こるもんで買い手もつかんくてあのまんま放置されてるっていう話だったの、うん、普通に今さ工場っていうかさ、うんうん、なんかなってるよね土地悪いんじゃないのっていうえっていう感じだったまあ多分壊すことすらも本当はできなかったんですよ、うんうん、まあその悪い土地が悪いから、うん、それをあのよくしたんじゃないですかこのともくんの今収録してる家も、うん、もともと空気の流れが浄化したってことそう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 浄化に随分時間かかったね随分時間かかりました土地が悪いというか、まあ、あれじゃないですかもともとそのヤクザさん的なもののだったんじゃないですかそっちの浄化そうですあのなるほど法律厳しくなったので、なるほどね、やっと浄化できたっていう、ね、時代が追いついた感じだねそう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 なるほどなるほどそっちの浄化ねどうするっすよこの話全然考察してないっすかでもね、うん、本当に完結しちゃってるんすよ、うん、俺らなんか考察してない時それで済ますはい本当にこのままの方がいいそうでもねなんだろう何も出てこねあれですよ結構、うん、そのこういう今人引いた、うん、いや引いてないよ確認しに行って戻る、うん、で何か霊障が起きたみたいなのとか、うん、でも何もなかったっていう、うんお話結構あるじゃないですかあるあるそれを紐解いていくと、うん、こういうことがあるかもしれないですねああそうだよそうだよ、うん、だってケイスケの話だって近くにね花束がああお花が添えてあったりとかね、うん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 、あのさクワガタ取り行った今日一昨年かはいあの時もさうわすげえ頭痛い気分悪いやとか言って言ったら近くにね、うんうん、置いてあったんすよ置いてあったよね、うん、花添えてあったよね添えてあったしかもえこんなところでっていうねえあれめっちゃ怖いですよね。あ、怖かったね。いやタイミング的にもそうだし、ね、で結構もう道入れないところなんですよね。そう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 普通入ってかないようなとクワガタとか取り行く人が多分行くであろう。そう山道。うんうん、で廃道みたいなのがあって、うん、多分そっちで。あ首吊りとかあるかもしれんねみたいな話もしながら。でうわやっぱ頭痛くなってきたってなってもうやめてくださいよ花添えてありますとか言ってねあれすごかったよね、うん、あれすごいめっちゃ怖かったなんでああいう時にビデオ回せんのかなって俺はいつも本当ですよ、ま、だって、うん、あれクワガタ取りってただけなんでそうだよね俺のクワガタ取りに付き合わされてたんで、うん、あでもねこの前ケースケとねカブトムシ取り行ったんでね、はい、そう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 その映像上がりますんでねはいサブチャンネルでサブチャンネルの方ではいまだサブチャンネル登録してないよっていう方は、はい、ぜひぜひセカンドオカルトレイディオでも木村さんと一回行ったのかあれは神社までか神社までのやつを収録して、うん、でその後僕のツイキャスで帰り道配信しててついでにカブトムシ取り行ったっていうあなるほど、ね、黒いうごめくものがおるらしいとかって出るらしいよとかって言って、うん、怖い話口調で行ってっていうカブトムシ捕まえるあのケースケのさ行くところちょっと怖えもんねあー確かに、うん、確かにちょっと怖いですよねあそこちょっと怖え俺ちょっと怖かったもんじゃあやっぱ慣れないと、うん、慣れちゃうとあの怖いモードより捕まえたいモードのワクワクが勝つんですよ なるほどねなんかちっちゃい頃はそうだったすごいうん怖いところも大丈夫っていうか、まあ、この辺の山の中とか全然大丈夫だったし、はいうん、なんか大人になったんですよ登ったっすか登ったっす俺も大人の階段登ったっす俺だけっすまだ登ってねシンデレラさ
性別まで変わっちゃった俺じゃあもうすぐ12時なんで終わりますか。はい、そうですね、魔法が解けちゃうから解けちゃうから次の話いきましょう。早いとこ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。猫の葬式。知人が数年前に体験した話です。当時知人はある運送会社で働いていて、その日もいつものように夕方トラックに荷物を積んで配達先に向かっていました。その道中、猫の死体に気づき、惹かれたのかなと思いつつ、かわいそうと思ったらついてくるっていう話も聞くし、とあまり気にしないようにして通り過ぎたそうです。夜、配達先で荷物を下ろし終わり、会社へ帰るため、来た道と同じ道を帰っていたら、数メートル先に黒い何かがいることに気づき、ハイビームを照らしました。するとそこには、数十匹の猫が、円を描くように座っており、その中心に夕方見た猫の死体があったそうです。思わずゾッとして、あまり見ないようにしてゆっくり通り過ぎたんですが、鳥肌が止まらなかったそうです。2話目、まーさんからの投稿で、はい、猫の葬式というお話でしたけど、はい、はい、ご投稿ありがとうございます。ご投稿ありがとうございます。すごい話ですね。うん、猫が死んだ猫を囲んで、うん、でもなんかさ、化け猫の話、猫の会議みたいなの話知ってる？知らない。なんか何歳、長く生きた猫は化け猫になるみたいな、喋、うんうん、るようになるみたいな、うん、その伝説、都市伝説的なのは聞いたことあるっす。で、空き地でさ、猫がすごい集まってさ、はい、会議っていうか、ニャーニャー泣いてる中にめちゃくちゃ喋ってる猫がいるみたいな、うんうんうん、で、尻尾が多かったりとかするんですよね。あ、そう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 、うん、なんていうの、また猫じゃなくて、え、その猫の名前ありますよね。また猫じゃないんですけど、ああみたいな響きの猫また猫また猫またじゃないそれ惜しいな何匹もいるから猫また猫また猫そうそう、その現象がね、また猫っていう、そう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 、現象に、そこにおる尻尾がいっぱい入ってるやつは猫また普通に恥ずかしいやつだこれはいはい、えそうだから、うん、なんかその猫が円を作って死体の周りにいる状況が、うん、その亡くなった猫が猫股だったとか、うんうん、ね、思った俺も、ね、うん、だから集まって、あ、どうなんだろう、でも実際こういうことあるのかな、どうなのかね、うん、でもさ、お葬式するの、お葬式っていうか、なんか悲しんであげる、うんうん、と友達の死とかさ、うん、家族の死とかを悲しんであげるのはイルカだけだったっけ、動物でいうと。イルカもいる、そうなんすか、今イルカもイルカみたいな感じのこと言おうとした？危なかったけど今ほんとすいません、出かけたっすえ、イルカって確か葬式するのイルカだけじゃなかったっけ、なんかあれですよね、悲しんであげるのって感情があって、うん、確かね、死体をちゃんと供養するみたいな言い伝えありますよね、イルカは。そうだよね、うん、そうだよね、イルカだったかな、死体を見たことがないみたいな。ちょっと待ってよ、今ね調べてます。はい、え、あ、でもね、象はね、はい、死体に優しく触れ、死んでいるかを確かめ、数日死体に寄り添ったり、牙を切り離し、はい、それを数キロまで持ち運ぶだって。へー、うん、
そういう供養の仕方みたいな感じなんですかね、象特有の。なんじゃない？へー、知らなかったな、ね、人間だけじゃないぞっていう、うん、ないぞっていう。俺たち今日どうしたんですか？わかんないです。自己理すぎですよ。調子悪いのは確か。調子悪いのは確かです。だって庭ともね、ちょっと長めのいい話と、あのさっきのね、あの和集山スカイラインと、この今回の猫のお葬式、これも短めでインパクトのあるすごいいい話が立て続けに来てるんです。考察が地獄です。地獄ですね。皆さんすいません、本当に。これね、怒られるんすよ。そうなんです。でもね、一部のファンは好きなんですよ。僕たちはどっちに振ればいいんですか？そう、だから結構真面目な回続いてたんで。あ、そうですね、はい、うん、たまにはこういう、ま、僕たちの良さを、ね、良さとか色なんですよね、これが出していきましょう。雑談というか、はい。あの考察って書くなって言われたことありますもんね。あります。雑談にしろっていうね、ああくだらねえっつってよくコメントくるっす。そうなんです、そういうとこなんです、はい、僕たち。4万5000人いるんす。そのくだらねえのが好きなのが4万5000人いるんす。もう感謝しかない。まだまだ増えてくんす、ここから。世界を取りに行くんす。理想は高いですよ、はいはい、ただ考察力が低いだけなんで。そうなんです。日本にとどまらねえっす。世界を見てるんすね、はい、そりゃそうでしょ。もうやっぱね、こういうオカルトだからこそ真面目にやらんといかんところとかあるじゃないですか。真面目なところはいっぱいあるじゃん、もう。うん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 、そうなんですよ。うん、だからムーとか、うんうん、ムーとか。だから僕たち不真面目ですよってやってるのに、うん、不真面目にするなっていうのはおかしいと思いますよね。はい、あの、まあまあ初見さんかもしれないからね。うん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 、僕たちライトなんですよ。そうです、そうです。ライトってつけとこうかな。THC オカルトラジオライト。そうですね、うん、あの初級編みたいな。初級編。こっから旅立ってってくれっていう。まあまあコンセプトとしてはね、そのオカルトに興味ない人にも楽しんでもらえる、そうそう、うん、ことが一番かなと思ってるんで、うん、そうなんですよ、うん、でも映像は怖くっていう。そう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 、うん、そうすると怖いの嫌いな人が映像怖くて見ないっていうね、っていうね。負のループです。負のループなんです。そういう人たちに届かねえっていう。待ってください、俺たち考察より言い訳が投げです。考察してこ。そうですね、はい、うん、まあでもそのイルカとかゾウも、うん、そうやって供養する仲間を思って、うん、っていうのがあるってことは知られてないだけで、うん、その猫また猫また、うん、猫股です。猫股、うん、じゃなくても、うん、普通に猫同士の間でそういうのがあるんじゃないか。あーね、あるかもね、うん、猫ネットワークみたいな。うん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 、うん、めっちゃ言いにくいに言ってみ。猫ネットワーク、うん、おーすごい。よかったって思いましたから夢だって。すげえや。鼻詰まりで聞き取りづらい声なのに滑舌は悪くないんですよ。そうさ、良くなったらどうなっちゃうんだろう。階段階1いい声になるかもしれないよ。マジっすか？直してみたら？お金、僕たちにお金がもっと入るようになったらさ。うんうん、そうですね、クラウドファンディングやる、ケースケの鼻詰まりを手術代って。でもでも聞いてください、うん、これ、うん、僕は1ミリも思ってないですよ。1年に1回ぐらいコメント欄に錦戸亮の声に似てるって。違う、1年1回とかじゃないよ、結構あるよ。マジっすか、うん、錦戸亮さん、俺そのコメント見るたびに錦戸亮が喋っとるの見るもん。でもどこがってこと。トム君、同じくです。錦戸亮さんのファンに怒られる。もうね、本当だよ。まず階段好きなみんなに聞き取りづれ、うん、お前の声はって怒られた後に、うん、錦戸亮さんのファンに、うん、どこがリトルだって、ね、怒られちゃう。怒られちゃう。怒られてばっか。似てねえもんだって。そうですよ、だから言ってねえじゃないですか僕は。言ってないね、言ってないね、うん、でも なんかの多分この時のこれに似てるっていう感じなんだろうね。うん、かもしれないですね、うん、そっか。木村さんとかって誰に似てるの声。声、
俺キムなんかたまにあるのはおぎやはぎとかバナナマンしたらバナナマンのしたら多いね。うん、俺はともくんの声似てる人でもともくんだけないっすよね。ね、ともさんの声が誰々に似てるってやつ。あ、なんか一回昔あったけど、ちょっと誰だか忘れちゃったけど一回あったわ。何々に似てますね。ちょっとこれ思い当たるやつコメントしてもらいましょう。ああ、ぜひぜひ。ともくんの声ぜひぜひぜひ。あの木村さんもケイスケも、うんうんうん、うん、でそれを検証してくっていうのをサブちゃんにあげるわ。あ、いいっすね、うん、似てねえとか言って真似してくださいっつって恥ずかしいそれめちゃくちゃ恥ずかしい。ちょっと寄せようとしてより下手くそになってくっていう、はい、なってきますよそしたら俺のその滑ったボケを囲んで供養してあげてください。もちろんですよ猫股として猫股として仮装するで滑り倒して冷たくなっちゃってるから最後は燃やしてあげてほしい、はい、暖かいね寒くなったからさっきのでせめてねこれで温めてあげて、はいはい、でも俺これ思うんすけど、うんうん、実際に猫がそういう風習っていうか、うん、猫の習性でそういうのがあるとしたら、うん、多分他の場所でもこの体験をしたことある人がいると思うんですよ。あ、なんかさ、ゾッとする話でさ、はい、あの松本さんがさ、ダウンタウンの、はい、猫のなんかそれ、猫が猫と喧嘩しとってさ、はい、で片一方の猫の耳をガッて引きちぎってさ、うんうんうん、でこっちをチラッと見てニャって言ったみたいなさ、うん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 、あった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 、ね、え、何が関係あるんですか。え、だからさ、なんかあ、猫のそう、猫のかそう感情があるってことか、あるみたいな、はい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 、うん、見たにゃってやつですよね。だってこの前さ、まあ猫、これは猫の話だけどさ、この前ケイスケがさ、うち来た時にさ、あのうちに犬がいるんですけど、はい、なんかその収録が始まると違う部屋に行くんですよ、うん、でじゃあ行っといでみたいな感じでタタタって行って、そしたら一匹帰ってきて、はい、ケイスケのところにタタタタって来て、ワンって言って、うん、そのまま帰ってたんですよ。あいつ何しに来たかってね。お、多分うるせえって一吠えして帰ってたからね。あれも多分なんかメッセージがあるんでしょ、ね、まあ、あると思いますよ。犬なりに。だってあれ以降ちょっと懐いてません、うん、僕に。あ、懐いてる。それまですげえずっと吠えられてたのに。頑張れってこと。あ、そういうことだ。頑張れって言い忘れたってこと。そのために帰ってきたんですか。帰ってきて、どがわいい、かわいいね、そう、どがわいいっすね。おい、餌あげとるの俺だぞ。俺にやかんでください。おかしいな、うん、だからこの例えば動物、ペット、うん、飼ってるペットが、うん、あ、感情を持ってこういうことしてんじゃないかっていうお話あったら教えてほしいですね。あ、教えてほしい、うん、ぜひ聞きたい、うん、イルカとゾウだけじゃなくて、うん、うん、なんか例えば犬が、うん、いつも、乳を舐めてくると、腕とか、うん、でなんだろうって思ってたらすごい吠えてきて、うん、な、乳ってどういうこと？じゃあ、あのガンが分かるんですよ。あ、うん、あ、匂いね。そうそう、匂いするらしいね。うん、で倒れて、うん、調べたら乳がんだったとか。ああ、うん、あ、ちょ、それで思い出したけどさ、はい、この前さ、はい、この前っていうかさ、三重に、多分この辺だと三重、うん、三重県にある、大阪と東京でも多分あると思うけど、はい、新しいダイエット、光送信ダイエットっていうダイエットがあってさ、はい、俺そこのサロンのホームページとかいろいろ作ってたんだけど、はい、それ体験させてもらって、はい、実はこれ、まあ、あの医療で認可するわけじゃないもんで、はい、あれだけど、がん発見できるんですみたいな。ほう、要はがんって水が溜まるじゃん。あ、そうなんだ。そのがん細胞にね、はい、水が溜まる。でその近赤外線を当てて、うん、セルライトをドロドロに溶かして出すっていう、体外に排出するっていうダイエット方法なんだけど、はい、近赤外線だから、まあ、電子レンジみたいなもん、うんうん、でバターを、ね、溶かす、そうみたいな感じ、うん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 、でさ、そのがんがある人はその水があるからさ、沸騰しちゃうの、はい、だからめっちゃ熱くなるよって言って、はい、それ本当当てると熱くないじゃんね、はい、近赤外線っつっても、うん、めちゃくちゃ熱くてさ、うん、1個
え、ガンだったんですか。いや、わかんないっす。言ってないっす。ちょっと怖いっす。いや、怖い怖い。言った方がいいですって。でも表面だったよね、それが。だから、近づけすぎて。熱いっていう。熱い、熱いっていうか、まあなんか、ちょっと俺の当て方が悪くて、うんうん、なったのか、めちゃくちゃ熱かったっすね。怖い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 。じゃあ可能性あるから行った方がいいですって、病院。うん、で病院ってお化けより怖いですよね、うん、何言われるか分からんすから怖いです。歯医者と病院は本当に怖いですでも最近見たの、レーザー治療っていうのがあるんだね、歯医者は。なんすかそれ。その削らない、こう虫歯のとこだけレーザーでジャーってやるっていう、もう痛くもないんだって、ちょっと熱い程度。高いってことですか、その方が。でも60円しかかんない、削るのと。うん、でもその保険適用なんだって。はあ、ちょっと今のは歯医者の歯の話で、はあって言ったわけじゃないですよちょっと事故が多かったけど過敏になっちゃって、すいません、誰も思ってねえっすそのステルスボケやめてもらっていいですかじゃあ俺結構あるんですよ、うん、ステルス、うん、あの自分がとかじゃなくて、人が話してる時の、うん、そのあ、うん、今歯の話してる時に、はぁーって相槌打ったっていう、この無意識な事故、突っ込むほどでもないやつ。俺人のやつすごい気になるから、自分が言っちゃった時も抑えきれないんですよ。ちょっとちゃんとしますわ。ステルス G メンが今出ましたね、出ましたね、今出ちゃいますね、はい、完全にステルスボケ G 面が出ましたね今ケイスケはね、もうケイスケと、まあまあまああんまりいないと思うけど、ケイスケとの店行ってって言って、はい、そうやってボケをかます人いたら、うん、気をつけた方がいいですすぐ言ってきますからそうなんですよ。もう多分遠くの方で、あ、あいつやるなっつって、 G メンだからあいつやるな、やるな、あ、やるな、はい、はい、やった、はい、やったっつって、ちょっと事務所来てくださいっつってなるから。マジで俺プライベート逃さないですからね例えばこの収録だったりとか何かの会議、はい、今入ったら邪魔だなっていうところは、うん、もうギリギリ我慢してるんですよ。我慢するけどね、ギリギリ。もう本来ならね、はい、ボケたもん全て出しなさいってなるからね G メンが、あなた今ボケたでしょ、あなたも今ボケましたでしょって言って、まだあるでしょ、ボケ、まあ、なるからね本来なら、ね、本来ならそうなんです、うん、本来ならなるけど、ちょっとめちゃくちゃ面白いじゃないですか俺今日怒られても平気ですやっぱり両方ともお話が良かったので、はい、そうですね、うん、盛り上がっちゃいましたね盛り上がっちゃいました違う話でその話を超えようと盛り上がっちゃいましたね。なのに違うジャンルでね盛り上がって本当だよだから本当に体験したことある方、他にも、うん、こういうのを集めてみましょうよ。うん、うん、なんか、うん、そのペットだけじゃなくても、そういうこの猫の葬式みたいなのに出くわしたことあるぞとか。あ、でも俺アリがすげえ死んだアリ運んどるの見たことあるよ。あれってどうなんすかね。あれどうすんのかね、埋葬なのかね。俺なんか聞いたことあるのは、食べるのかな。いや、アリ、あ、でもアリ食べれますもんね。アリが、うん、アリがアリを食べる、うん、まあ、食べるんじゃないですか。栄養にしちゃうんだよね、確か。もう、うん、使えんくなったのは。蜂もそうだよね、確か。あ、そうなんだ。蜂も死んだ蜂は、あ、ゴキブリか、ゴキブリもそうだよね。あ、うん、そうだそうだ、うん、だからその葬式ではないけど、そのなんていうんですか、そういう習性、うん、だからまあまあ、それが例えば本当に猫とかだったら怖いですけど、昆虫はなんかそんな怖いとは感じないですよ ね、うん、な、哺乳類だから思うのかな、うん、かもしれないですね。何だったら大丈夫かな、まあ、とりあえず昆虫は大丈夫ですよね、うん、哺乳類の中でってことですか、うん、テグーとかネズミってネズミ食べるもんね。あ、食べますね、うん、あの大きいネズミがね、うん、食べに来るんだよね。だからあのネズミ捕りで取れたネズミをそのまま放置した感というのね、速攻駆除して、大きいネズミがまた来るから、また来るから。ネズミまだ、あ、でも僕結構、例えばアロワナ飼ってるから、
金魚を餌にしたりとか、うんうんうん、あと友達がヘビ飼ってて、うん、マウスを生き餌としてあげたりもするし、うんうん、泣くやそんなん見たらそう僕そういうので結構動物が動物を食べるっていうものに慣れちゃってるのもあるし、まあねうんまあ、それが普通なんで分かんないですよね。その共食いもかわいそうみたいなのが、あ、うん、だってまあ社会なら世界動物社会なら普通に日常で起きてることだし、ライオンが鹿食べるのと俺らが豚肉調理されたの食べるのと何も変わらないですよ。まあね、わかるよ、うん、一番危ないの出産の時っていうもんね。何が危ない？狙われるんだって。そうよ、うん、栄養もそっち、あ、じゃあもう出産してる時だからもう一番安全なところで産まないといけないっていう、野生界では。まあでも確かにこの前コモドオオトカゲ、はい、コモド島にいる、はい、が猿丸飲みしてる映像見たよいやだってあいつめちゃくちゃでかいからね。すごいね、うん、あいつハンターなんすよマジで。コモドドラゴンって言いますけどね、うん、あいつ、うん、口の中でバイ菌をたくさん飼ってて。え、そうなの、はい、あいつの、あ、てかなんかやったねその回、コモドオオトカゲやったよね、うん、かつてあいつはユーマだった。あ、そう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 、うん、で、めちゃめちゃでかい牛とかも足に一噛みガッってやるだけで、うん、もうずっとその牛の後ついてくんですよ。あ、壊死してその菌で、はい、で動けなくなったところを襲うんですよ。うわ、だから頭もいいし、あ、ね、その狩りにも優れてるし力も強い、瞬殺して人飲み丸飲みもできる、うん、動きも早いだよね。動きも早いです。また持続性がないだからなんかあったんですけど、体が大きいんで持久力がないみたいな感じだったかな。そう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 、だけどめっちゃ動きも速い、怖っ。怖いっすよね。いや猿飲んでるの見てビビったわ猿飲んでると思って。ヘビの捕食シーン見たことあります？あるあるある。うちはさ鳥をすげえ飼ってたからさ昔。あ、そうか。うん、だから鳥かごの中に入っちゃって、うん、丸飲みして出られないみたいなさ。大きくなってるからね。大きくなっちゃうから、うん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 、大きくなっちゃったってなマギーみたいなマギーさんのそうそう腹が大きくなっちゃった。ライカマギーが出てきたあれはマジックだからいいじゃないですか食べてお腹大きくなっちゃったって言われても知らんよってなりますよね食べたじゃんってだからいつもなんかそのまあ食べられちゃったのはもうしょうがないじゃん。こっちのミスもあるし窓開けっぱなしにしちゃったっていう、うんうんうん、だからまあ殺すわけにはいかんもんね。さ、ゴミ袋に入れて山に放してやるみたいな。ああ、うん、飼ってる鳥を食べられたのにその蛇を丁重に扱うっていう。そうだよそうだよ、すごいすごい。もしケイスケが何かに食べられたら、はい、倒していくよ。もちろん倒すけど出られんくなっとったらね。ケイスケが何かに食べられて、はい、そいつが部屋から出れんくなっとったら、はい、倒すけどまあね、うんうん、こっちのね、まあ、その蛇は悪くないじゃん、もう本当に、うんうんうん、食物連鎖だしさ、はい、うん、そうなんですよね。もしケイスケが何かに食べられてたらトム君、俺が何かに食べられてることはないっす。なんか恐竜とかさ恐竜がいたらね、いたらジュラシックパークだってできたわけですしさ、うん、琥珀からさでもあれは映画だし蚊の血液からさDNA 取って言っちゃえば、うん、恐竜の生き残りは鳥なんですよ。あ、ね、はい、だから鳥は恐竜なんですよ、うん、でもその鳥ヘビに食われてるんで俺食わないっすワシとか、あ、でっかいやつね、はいはいはい、あれ好きなんですよ。鳥、鳥好きなんすか、はい、ちょっと待ってください、これマジでサブちゃんの内容、本当だよ本当だよ本当だよ、空っぽラジオになってるよ、もうやめましょう。そうですね、本当にやめましょう、うん、本当にいいお話、本当に申し訳ない、本当にありがとうございます。本当にだから結構このね木村さんの朗読の時点で楽しんでいただけたかなと思います、うん、はい、ちょっと申し訳です、うん、久しぶりのちょっとオカルト ラジオを代表してちょっと謝るわ。はい、すみません、申し訳なかったです。ありがとうございます。今回は本当に同じ気持ちです。はいじゃあなんか今日この後生配信あるじゃないですか、はい、もうお葬式のテンションだよ友の葬式になったテンション上げていきましょう、はい、俺はそのためにテンション上がっちゃっててこうなってるんで。ああ、なるほどね、はいはい、じゃあ締めますか。はい、はい
もこのダメだ持ってこうって言わんとかのに持って小物どこだろうもしもみたいなもしあのゲストの方が来てくれた時にお願いして一発目言うやつもしもしもあ、違う違うこの話ですじゃあ行きます、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。ではまた後ほど。